離れろ、やめろ、離れろ、足に過激化のファンどもが。あれよ、大丈夫か、あれよ、負けるな、アンチに。アシュリー、まずい。このシーンは青少年の新しい性の扉を開けてしまうことになりかねん。彼に祝福を、そして彼らに深き哀れみを、皆に歓喜を、いざ覚醒。なんだ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 、エイダー助かった、いいぜ、エイダー。エイダー助かったぜ。ちょ、俺には当てないでくるな。やばい、次はエイダーが先導されちゃう。助けてくれた女の人、大丈夫？エイダか。エイダきっと大丈夫だ。ああ多分な。ああ見えて食えない女だから。よく知ってるんだ。あ、やばい、アシュリーが焼いてるぞ。アシュリー、違うんだ。これ浮気じゃないんだ。本当なんだ。違うんだ、アシュリー。俺には君しかいない。アシュリー、本当なんだ。これ浮気じゃないんだ。喋っただけで浮気というタイプじゃないよな、アシュリー。これの裏に宝あったりしない？これなんか裏にいろいろ書いてあるな。うわー、またポエム書いてるよ。アダム・サドラー、サドラーのお父さんかな。お、邪悪なる宝石、こんなところに埋め込まれてたのか。よし、これはもらっていこう。アシュリー、アシュリー大丈夫か、登ってこれるか。アシュリー、レオン手を貸してやれよ。レオン手貸してやれよ、こういう時こそ。レオン意外とド S だな、お前。あ、武器商人さん。武器商人さんじゃないですか。武器商人さん、会いたかったっすよ、自分。あ、こんなところに宝ある。武器商人さん。おい、これ売っていいっすか。武器商人さんのでしょ、これ絶対。でも、それ売るのか、お前。いや、でもまだバレてないからな。ここで、ここから先に。レオン、見て。え、どれ？あれ、もうこれラスボス戦？あ、エイダー捕まってる。エイダー捕まっとるやん。エイダーエイダ捕まってるやん。おびき出す気か。エイダ、ちょっと俺が助けてやる、エイダ。あ、撃てないのか。エイダを狙うことができないのか。大丈夫だ、エイダ。俺はお前を狙いはしない。大丈夫だ、お前の上のその鎖を取ってやる。これどうだ。エイダ捕まってんじゃん、あいつ。何やってんだよ、エイダ。おい、あいつもエロいことされんのかよ。マジかよ、エイダもエロいことされちゃうんです。すいません、武器商人さん。いや、アシュリー違うんだ、これは浮気じゃない。別にエイダは俺を助けてくれたからな。助けてやるだけだ。武器商人、これパクっていいか、お前の金だが。お前の金だがパクらせてもらおう。さて、購入10万があるからね。これさ、俺ロケライン買っちゃおうかな。ルイスの鍵とかね、邪悪なる宝石、インゴット2万とかベルベットブルー。はい、売ります。うわ、いいねー。おい、ロケットランチャー買おうぜ、これ。きたー。いや、いいねー。これ打ちたかったんだよ。もうラスボス戦簡単に行こうぜ。俺許せねえからさ、サドラーは。もうロケランで吹き飛ばしちゃいます。よし、ファイティングナイフも威力マックスに改造完了。クラウザー少佐、俺と一緒に戦ってください。そして行こうぜ、ルイス。俺たちはいつだってレッドダイン同盟、お前と共にやるさ。さーて、エイダの救出だが、あのさ、これもしかしてさ、もうラスボス？なコンテナのボスエリア、そこにいる。あ、アシュリー、武器商人とそこにいろ。うわ、これもう、ラスボスやん、これ、こんなん。エイダー！すまない、エイダー。今度は、俺がお前を助ける番だ。エイダー！お、ナイスー！ただ、痛いよ、それ、叩き落としたら。レオン、叩き落としたら痛いよ。やばい、視界ジャックされてる。これ、危な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 、ちょっとやめてやめて。誰かバルさん持ってきて、バルさん。バルさん持ってきてくれない？ちょっと、おい、これブラックキャップじゃもうどうしようもないって。アドラー！あ、やめやめやめろやめろ。そのウェスカーみたいな技使いやがって、ちょっと。泣けるぜ、こんなニュルニュルに。俺は触手プレイなんか受ける。アシュリーにしてくれ、せめて。この、エイダー復活したのか、エイダー。ヒールで蹴るのはいいぞ。これかなり痛いんじゃないか。助かったよ、エイダ。あ、これ怠慢じゃねえ、これ共闘できんの。めちゃくちゃいいよいいよ。銃弾打ち込みまくっていく。なんと愚かなこと。愚かじゃない。どしがたき冒涜のやからめ、生体を拒むとは。うわあ、かっけえことになってる。本庁で我らと一つに
誰がお前となんか一つになってやるんか。俺が一つになるのはアシュリーだけだ。ウェイターと一緒に戦えるってこと？めっちゃいいやん。おい、目玉弱点は隠した方がいいですよ。サドラさん、サラザールもそうでしたけどさ、弱点は隠した方がいいですって。これ危なっ。おー、エイダー、エイダー待って、逃げるな。エイダー、おー、戦ってくれ。ルイス、ルイス、あれか。おー、戦ってくれ。今か、今行くか。おー、待って、なんかくたばってない？目玉打って、ナイス。ロウエース、共に戦おう。待て、俺にはマグナムがある。こいつを食べさせてくれ。やべ、めちゃくちゃ外した。いって、お前マジ許せねえ。大丈夫だ、俺には救急スプレーもついてる。ヒュイーハーブ、あ、これ使おうかな。ロケットランチュー、ロケットランチュー、ファイル、チューかっけー。え、ちょっとロケランって一発なの？待て待て待て、お前まだ死んだ。まだ死んだ、お前待て待て待て、動画的にまだ死ぬんじゃない。ロケラン使った俺が悪かったよ。泣けるぜ、やったか。おー、レオー、やってないよ。そんなロケランみたいな卑怯なことしたらそりゃ怒るって。レオまずいって。おいおい、第二形態あるのかよ。聞いてないぜ。エイダー、ちょっと助けて。エイダーどこ行ったの？レオ危ない。じゃあアシュリー援護射撃して。アシュリーに銃渡してくればよかったじゃん。レオ、お前最大強化のマグナムとかさ、これこっから何が起こるの？何、おいおい、こんなんなかっただろ。 あった、こんなん。最後にロケラン打ち込むみたいな描写あったけど、マグナムでさ、あそこついに本性を現したな。マグナム強え。マグナムまだあと9発もたまんだけど。だが危ない。ちょっと弾込めてる間はやめてくれよ。てかリロード遅そう、これ。リボルバー、リボルバーのリロードが遅すぎる。いやでもかっこいいから。でもこれ回避するだけでしょ。危な。レオン頑張れ、早く込めろ。でもリボルバーかっけえんだよこれ。危な。かっけえからリロード早くしろって。レオン早くしろって。リロード、よし、リロードおかげできた。これ避けるだけ。いって、避けろよレオン。危ない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 。レオン避けろ。危ない。ほわ、避けたからあれ撃つだけでしょ。ほわーするだけ。で、これ回避出る。ほわーからの、これは横に、ほわーからの、マグナもこんなに打ち込んでんだぞ俺は。はい、マジ2発目いいっすか。2発目ありがとうございます。どれ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 、よっしゃー、特殊担当ロケット弾発射、ぶち込んでいく。たまれ化け物。あ、レオさん行くっすか。ほわーするんすか。ほわーするんすか。いけいけ、フォアしろ。大事なものだろ、返しよ。フォア決めろ。決めていく。いいぞレオ、やったぞレオ。ただレオ、お前が危ない。このままだとレオ危ない。いった、ちょっと救急スプレー持ってきてないか。あ、これ何、これもうやったやん。何やともあれ解決だろ。いって、腰打ったぜ。でもこれワクチンみたいなやつじゃない？これ。これはいいものをゲットしたぜ。あ、エイダ。何何、ちょっと返してよ、エイダ。エイダ、何をしている？さすがね、レオ。ルイスとの約束なの。何？じゃあ、しょうがねえな。悪いようにはしない。え、ちょっと俺もそれに連れてってよ、エイダ。迎えよ。え、俺の迎えは？乗ってく。あ、乗ってく。レオ、カッコつけんなって。分かってるんだろ。ここで。本当は乗りたいんだろ、レオ。いや、でもアシュリーを選ぶってことだから、これが。エイダ、振られたな。分かってるだろ。レオ、それでいいんだ。お前はアシュリーと行け。エイダといるよりも、性格はアシュリーの方がよっぽどいいって。エロい女の子、アシュリー大丈夫か、シュリー、早く行けないと。あ、これクマちゃんの鍵、ひょっとしてクマちゃんの鍵じゃない、来た、クマちゃんの鍵、現在だ。泣けるぜ泣けるぜ、優しさに触れてるぜ。じゃあまたね、レオ。うわー、あ、シュリー来るなって言っただろ。これは浮気じゃないだろ。これは浮気じゃない、浮気じゃないからな。
いや、関係ない。サーナ、違うんだよ、本当に。どうして彼女も…知らん。急ごう。本当に、あの女誰なんだろうな、本当に。俺知らないんだよ、アシュリー。俺には君しかいない。これ浮気じゃないんだ。分かってくれるだろ、アシュリー。アシュリー、俺はお前を選んだんだ、アシュリー。さあ、早く。これ逃げるしかないぞ、アシュリー。急げ。あ、待て。おい。これ、RTA 始まってる。突然の RTA。アシュリー、行くぞ。もう宝とか落ちてもね、もうどうでもいいから。あれ、これ、俺銃撃てなくなってる。あ、撃てるわ。アシュリー、ハーブある。あ、ここセーブ書いていいのこれ。しっかりセーブは書いたぞ、アシュリー。やっぱセーブは書かないとな。これ取っていいかな、アシュリー。あ、これ、箱とかじゃないのか、これ。アシュリー、ハーブ食う？俺はちなみにハーブ食うよ。アシュリー、最後のハーブの味を俺はちょっと味わっとく。アシュリー。やっと帰れるけどさ、これ爆発するって。まずいって。船どこだよ、これ。遠いって、これ泣けるぜ。アシュリー、大丈夫？これでお前を見れるのも最後か、アシュリー。アシュリー、大丈夫か？あ、ちょ、ジャンプ。おぉ、アシュリー来い。危ない。あ、いいね。二人でね、困難を突破するわけよ。なんか敵が出てくるかもしれん。いやぁ、おぉ、どけ。どけ、このカス。こら、アシュリー、大丈夫か？なんだ、みんな苦しんでんのか。あ、いい感じだ。じゃあ、あの死体、死んでるやつら撃たなくてよかったな。こいつはやばい。黙れ、カス。よし。やばい、これ、なんだこれ、おい。お、これちょっと、おい、早くしないと。え、船で逃げるんじゃないのこれ、ちなみに。船、ここから船とかあるんだったらちょっとまずいよ。おい、どきなさい。レオンの死体撃ちです。バットマナーよ。レオン、それバットマナーよ。お前も死ね。黙れ、この野郎。おい。これ大丈夫？水上バイクの鍵、エイダから受け取った鍵、可愛らしい人形が吊り下げられている。エイダって誰よ、レオン。話し合わせだ。大好き？俺のことは？大好き。よし。ああ、足にそんなに胸を押し当てたらダメだ、俺に。俺、危ないよ。これさ、R2 で加速だ。ウィー、足にしっかり捕まっておけよ。これ、途中で減速とかした方がいいところもあるかもしれん。右か左。危ない、水上バイク壊れるって。レオ、水上バイクが壊れるって、お前それ以上ぶつけたら。まずい、泣けるぜ。ヤシュリー、俺を信じろ。まあ、これこういうガラクタとかに当たってまずいのか。ブイー、よーし、アシュリー捕まってろ。やばい、アシュリー危ない。あ、いい、でもいい、もうこのまま抜けるぞ。いった、待って、これ1分って間に合うとか。俺結構、待って、これあと一発ぶつかったら C なんだが。まずいアシュリー、必ずここ。うわー、アシュリー、すまない。何やってんだよ、レオ。どっからだ。あ、ここから1分半くれるのか。さっきより時間伸びてんだけど、俺ここ来た時さっき1分20秒くらいだっただろ。行くぞ、アシュリー、捕まってろよ、アシュリー。さあ、ここを颯爽とかけていきます、レオン選手です。残り1分、危ない。ちょっとレオン。ごめんな、アシュリー。だが俺に任せてくれないか。あ、この辺ちょっとまずい。よし、ここの岩もいい感じに抜けられるんだ。そう、俺ならな、俺と君ならやれる最強エージェントザックだな、俺たち。で、出口ってさ、こっちで合ってるのかな、アシュリー。出口こっちで合ってるかな。いや、合ってるだろ、絶対これ。もっとスピード出ねえのかよ、この場所。おい、泣けるぜ。泣ける、危ないぜ。おい、燃えるぜ。アシュリー、これは俺とお前の恋のようだぜ。うわ、これどうすんの。アシュリー、伏せろ。アシュリー、伏せていろ。よし、ここは俺のドライブに任せろ。アシュリー、君とずっとこうなることを夢見ていた。アシュリー、捕まっていろ。あ、出口が見えたぞ、アシュリー。もう少しだ。アシュリー、危ない。え、危ない。いや、でも結構時間余裕あるよ。かなり時間に余裕があるぜ。行くぜ、飛び出していく。ふやったぜ。よし、これで合衆国まで帰ろう、アシュリー。やったな。平気か。大丈夫。でもすごかった。おお、ギリギリだったな。うぅ、汚ね花火だぜ。俺たちへの祝福の雨だ、アシュリー。ああ、綺麗だよ、これ。本当にさ、付き合っちゃいなよ。任務完了よね。任務は君を無事に返すまでだ。助けてくれてありがとう。こっちこそ。ねえ、私のガードを続ける気はない。もちろん、あなたさえ良ければなんだけど。必要ないさ。もう自分を守れるだろ。
ナイフの使い方はいまいちだけどね。さあ、うちへ帰ろう。レオ、アシュリーからの告白だったのぞ、お前に鈍い男だな、本当に。まったくもって。コンドルワン、こちら HQ。兄が押せよ。応答して。いや、今は。もうこの通信機壊れてる。いや、今はそっとしといてやってくれよ。あなたたち、ね、いや今もうそっとしといてくれよ、ハニーが。まったくもう。もう今ラブラブでデートしてんだからほっといてくれよ。エイダー、そんな琥珀持って帰ってどうすんだよ。アンバーを手に入れたわ。よくやった。ウェスカー、バイオ RE5 も来そうだよな。これで何をするつもり。余計な詮索は不要だ。これだけ覚えておけ。新しい時代が始まる。役人を犠牲にし、ただ一人が生き残る世界。俺がその世界を加速させる。そう、数百万の犠牲者が出るわね。数十億だ。聞けてよかったわ。進路を変えて、今すぐ。エイダ失恋？エイダの失恋だよこれ。見ちゃったよ。あ、レオンとアシュリーを救うためにウェスカーにこれを渡さない気なんだよ。エイダ、いいやつかよ。ハニガン、ハニガン、ちょ、ほっといてくれよ、俺たちのことは。あ、リザルト出た出た出た。さすがね、さすがね、ありがとう。ありがとう。はい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 、バイオハザード RE4 ついにクリアいたしました。いや、このゲームはね、最初にも言った通り、私がね、実況活動、まあ、動画を上げる活動の原点になったね、ゲームだったので、今回バイオハザード RE4 としてね、リメイク遊べたことは本当に大変嬉しく思います。あー、これでポイントとかも手に入れたんで。あ、レオンの昔のコスチュームあるじゃん。アシュリーは？アシュリーのコスチュームとかないの？これやこれ、アシュリーのフィギュア。エイダもあるやん。エイダも買うでしょ、こんなん。あー、フィギュア、これで、うわ、見れるのこれ。下からは？あーあーあー、神ゲーすぎる。これ拡大は拡大。拡大はどうやんの？ああ、すごい。もうこれだけで買う価値あるじゃん。ほら、見てこの、もうこれだけで買う価値ありありでしょ。フィギュア、フィギュア。次へ、こっち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 。あー、あのね、あの射撃場のアシュリーね、これ。ガード硬いっすね、アシュリー。わ、これ最高かよ。エイだよ、エイだ。俺、うわ、エロ、布の面積が減ったのにこんなにエロくなることある？お、エイだ。いいっすね。これ、エイだ、何入ってんのこれ、エイだ。うわ、ちょっと見えないね。待て、おっぱい揺れるじゃねえか、これ。どうなってんだ、おい。推しはどうなってんだ、推しは。これだけで買う価値があるぞ。バイオハザード RE4。最高のゲームでございました。はい、というわけでね、ここまでバイオハザード RE4 の実況の応援ご視聴、長々とありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。